嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週水曜都市伝説のコーナー、帰るか宇宙に。前回超絶大好評だった都市伝説 YouTuber 馬面ビデオの皆さんとまたコラボでございます。うるさ、このチャンネル。やばいね。二人と馬面の誰のユーマがうるさいから。はい、ということで今日もね、都市伝説に詳しい、はい、ドテズラさんにお越しいただきました。どうも、キューティクル全開、ドテズラです。本物の前ですね。いや、覚えたての日本語だからさ。覚えたての日本語じゃねえよ。みんなのやつ見して。いつものやつ。どうも、キューティクル全開、馬面です。おじちゃん、ボヘニア。わかんない。我々にも都市伝説のスペシャリストが、本当だ、呼びましたんで、ありがとうございます。皆さん今日も呼んでいただいて、よろしくお願いします。結構ギャラ高いですもんね。高い。え、全然席がないやん。あ、そうかそうか。そうやろ。こっちも今回関さん用意します。いや、ミスター関、ロングミスター関、やってみてくる。声小さいな。ユーマさんお願いします。ユーマじゃないけどね。そんなね、ユーマにちなんだ都市伝説というのをね、今日やっていきたいと思うんだけれども、自虐じゃねえか。自虐じゃねえか。なんだこれ。明らかに見た目がユーマだろっていうレベルの実在する動物第5選っていうのをやっていきたい。おお、第5選というわけで、一つ目、ヤツメウナギ。聞いたことある。ヤツメウナギ聞いたことある。さすがウマちゃん。さすが都市伝説系 YouTuber ウマヅラ。やるな。バチバチすな、お前。スライムはこいつ。じゃあまずはちょっと画像を見ていただきたいと思う。はい、はい、こちら。おお、スマホ見てからだし。編集やったら早い。これです。え、キモ。これよ。え、マジで。これいい。これ切られてないの。これ切られてない。これ口です。え、口。やばい、どう見たってこれもう化け物の化け物だろ。それって、お前をこう見たんだね。違う。同じか。ちなみにこのヤツメウナギっていうのは、蒲焼きにするとめっちゃうまいです。どこにいんの。これはね、世界中にいます。日本にもいる。え、マジで。マジで。日本のね、東北らへん、寒いところによくいるんだよね。そうなの。そうそうそう。どう考えてもどこにいるか言った方がいいと思う。二つ目、グローブスターというね。お、お、お、これ聞いたことある。グローブスター。これは、先生、我々も取り扱ったことある。我々も取り扱ってるんだ。じゃあ、一応画像見ましょう。はい。何これ、何これ、これ見ても気持ち悪い。え、何これ、どれどれ。この白い塊みたいなやつ。え、え、え、うん、俺グロ、誰が、誰がグロブスターじゃねえ。ブヨブヨで歩けねえだろ。慣れてますね。慣れてますね。ちなみにね、でもこれコラーゲンでできてるって言われてるんだよね。コラーゲンでできてる。プレプレだから、あれが見たのかな。一説によると、これはクジラの死体なんじゃないかって言われてるんだよね。そうですね。クジラの死体かっていうのと、人間っていうユーマご存知ですか。その形をした海にいるみたいです。それが打ち上げられたんじゃないかって言われてる。追いつきた。でもね、そのこれは知らないかと思うわ。これ見たことあるでしょ。あるあるある。かわいい。深海魚。そう、深海魚みたいな。はいはいはい。打ち上げられたクジラを呼ぶ、グロブスターって呼ぶのとは別に、正体不明のなんかブヨブヨした生物をグロブスターって呼ぶらしい。そうなの。だからお前がグロブスター。そう、俺はグロブスターじゃない。そう思った。グロブスターってない。辛くないか。辛くない。人類にこんないじられてるから大丈夫かな。3つ目のユーマっぽい生物、裸ではネズミ。画像がこちらです。これです。見たことある、これ。気持ち悪。何、でかくね。これまあ哺乳類なんだけど、哺乳類にしては珍しい群れを作って社会体制を作る動物なんだよね。アリとかいいんじゃん。そんな感じの動物なの。え、それ何全体これ、ぐちゃぐちゃ。そうそうそう、大群をなしてぐちゃぐちゃ。大体200体ぐちゃぐちゃ。何回言うの。係とか当番とかを決めてるんだって。給食当番とか。そうそうそう、そんなノリよ。給食はないだろ。給食はないけどね。例えの話だから。お布団係っていうのがあるんですよ。一番偉いネズミが寝るところを、なんか役職低いやつがどんどん温めるみたいな。お前、布団係。じゃあ俺違う。誰が言ってんの、布団係。
もう一回見してよ。これあれだ。あ、マグネットお兄さん。ですよね。おい、だこうしたら。やめろやめろ。なんか。おい、あ、いやいや、おい、どうやな、どういうことだよ。お前、3匹目までもうかぶれてるぞ。うまいじゃない。マカオで使ったらしいしね。あー、こいつマカオで使ったらしい。いいでしょ、別にマカオで使ったって。裸でバズる。どうよ。すごいことだ。何したの。あんま映らないって。一緒に保護者みたいに PDA みたいになっちゃう。座ってる方が位の高い席です。あ、そうなんだ。お布団係です。それでは第4つ目。ピグミジェルとは。ピグミジェル別名。別名じゃねえ。AKA じゃないからね。ターボ AKA ピグミジェルとは。どんな意味はない。かっこいい。半端ないな。画像がこちら。ピグミジェルとは。かわいい。かわいくない。かわいい。欲しい。いや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 、めっちゃかわいい。ユーモアなの。皆さんよく見てください。かわいい顔して足ひよこみたいじゃないですか。全然かわいくないですよ。かわいい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 かこれ。こういうのもあるんだけどさ。え、かわいいじゃない。全然かわいい。買いたい。かわいい。めっちゃめっちゃかわいい。めっちゃかわいい。買いたい買いたい。あ、でもね、あんまペットには向かないんだよ。なんで。なんでかっていうと、指でちょっと触っただけで死んでしまう。めちゃめちゃデリケートなの。え、え、知らねえわ。知らねえわ。 AKA じゃないからね。これは隕石ですか。これ、これは隕石じゃないよこれ。あ、違う。やたらと宇宙と絡めない。月の石でしょ。スピード 1? スピ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 ード 1? なんでインフルだって。どこにいるんですか。これはね、パキスタンだね。パキスタン、パキスタン、パキスタンかアフガニスタン。めっちゃ熱いよね、パキスタン。絶滅危惧種じゃん、それ絶対。いや、でもみんな可愛いって言ったから意外だったわ。俺これどうやると思ったから。魔界、魔界なんだよ。いや、魔界、魔界でもね、可愛くないけどね。あれは、いや、違う、人間界でも可愛くないからね。もう認め始めた。洗脳されてるってこと。洗脳されてる。あ、洗脳されてる。洗脳されてる。洗脳されてる。せーの。朝ごはん、うまいとこやね。関さんのマネージャー。マネージャーちゃん。マネージャーも見せてんの。じゃあ、第最後の動物。ブラックドラゴンフィッシュ。すごい。なんでここ。え、なんでここ。クリュウ。上田山は物か。普通にやらせるな。画像がこちら。はい、かっこいい。ええ、いや見てんじゃん。いやもう、えグロいでしょもう。いや、いかついいかついいかつい。寝起きのターボー。寝起きのターボー、こんなんじゃないでしょ。ベノムですよ、ベノム。確かにベノム。ベノム、ベノムだ。これ関さんやばいじゃないですか、これ。関さん、ベノム、ベノムね。ベノム、あの大好評で。大丈夫。やめさ、関。これはやばい。メスなんだよね、実は。メスだけがこの見た目をしているんで。あ、そうなの。あ、そうそうそう。え、オスはじゃ出ねえ。オスはこれ。オス、俺じゃねえ。どうやってやるの。どうやってこれとやるの。えっとは聞いてない。気になるでしょ。オス、俺ね、メス、これって興味ないわ。オスの画像、こちら見て。チンコやないか、ほら。チンコや。違う違う違う。え、違う違う違う。大きさよ。そう。オス、こんなちっこいんだよ。小さいの。え、でかすぎてじゃない。え、オスはね、清掃だけは立派で、交尾終わったらオスはもう朽ち果ててしまう。いや、もう2つで。こいつは深海の 1000m から 1800m のところにいます。以上が明らかユーマっぽい動物5000でした。どうでしたか皆さん。結構可愛いから、まあ、地球にいてもいいんじゃないかなと思うけどね。まあ、地球にいるんだけど。だから何が怖いかって言ったら、もうこんな化け物じめた動物がもう地球上にはもういるっていうことなんですよね。ということで、ヤツメウナギのようにね、こんな気持ち悪い化け物が世界中にいるわけではなく、こう身近にちゃんといるわけだから、もしかして油断してたらもうすぐそこにはもういるかもしれないってことですよね。なるほどなるほど。はい、信じるか信じないかはあなた次第です。そこのためだけに行ってます。はい、ということで、都市伝説コラボ面白かったと思ったチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。概要欄からね、天才 YouTuber 馬面ビデオのチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビーバイビー。バイビー。言うのかお前。好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が許せない。